はい、こんにちは、こんばんは、シュリーです。カルチビットはワールドカルチャークラシック、いきます。今日は相手はタラモサラダなんですけど、正直もうね、世界大会出てるメンツどれが一番いい勝てるかって言われたら、まあこのタラモサラダなんだよね。なのでちょっと頑張りたいと思います。他はね、ずいぶん名門クラブなんだけど、このタラモサラダだけこの一流クラブですね。はい、では試合に行きましょう。まあ、正直、あれだね、もうこの試合勝てれば、この試合っていうか、1回戦突破がちょっと目標かな。うん、今回は。3回戦以降は、いや、2回戦以降は、ちょっと多分きついと思う。うん。多分無理です、ってか。はい。まだちょっと選手のね、能力が足りてない。ゴールキーパー含むね。ゴールキーパーこれだからね、このメンタルだけちょっといいやつ。よく頑張ってよ、ここまで。正直言うと。まあでも、リマステとかの方が多分能力的には強いんだよ、相手。あんま変わらんか。マジでか。うん。まあちょっとここはでも、頑張って勝ってほしいな。うん。まあ、どうなるんでしょう。意外と、ここやられたりしちゃうのかな。あ、いいぞ。中から。いいね。先制点。これ多分、アウェーゴール あるんだっけ？このゲーム。もうこれ、ないか。あれ、忘れちゃったな。確かなかった。いや、あるだ、あるわ。確かある。うん。これは、ホームだね。いや、これ、アウェイか。ホームだかアウェイだかわかんない。ちょっと確認しなかった。多分、いや、でも、いや、アウェイな気するっけ。いや、ホームな気するけど、左上にタラモって書いてあるから、左側にタラモって書いてあるから、アウェーなんじゃないこれ。お、四ツ谷いいね。ほんと、よくメンタル A だけど、よくここまで頑張ってきてるよ。うん、よくアジア大会頑張った。うるすげえ。いや、いいカバーですね。まあね、ちゃんとコーナーキックの時にはね、ポストに横立ってるのが普通ですから。昔なんか浦和レッズがゴールキーパーの横に誰も立たせなくて普通に失点してた、失点しててなんかね、笑っちゃったんだよね。いや、何やってんの。いや、もったいないな。あとね、最近ね、こういうね、一体自分のボールになったかなってところで相手に取られて失点ってのがあるんだよ。そこがちょっとなんか嫌だな、俺。まあ、キーパーのせいだね、これは。いや、仕方ない。この分点取ってもらうしかない。俺多分アウェーだから、じゃあアウェーゴール、じゃあ取ってもらいたい。アウェーだよね、多分。いや、でも、スタジアム的にはホームなんだよな、でも。うちのクラブの。ちょっと似てるっていう。この芝のこのダイヤ模様はないけど、この模様、なんか嫌だな。普通に縦線模様にしろよな。芝の模様、これじゃ審判はオフサイド分かりづらいな。もうカルチュウと青はね、これ VAR ないからね。うん。これがアウェイなら本当に2点取れば満足。うん、正直1点でも満足かもしれない。ホームならちょっとさすがに勝たないとまずいね。お、いいかわしいよ。最後ちょっとラストプレイお願いします。いやー、でもクロスにしてそっからシュート入るわけねえだろう。後半このままいきます。まあ、途中でここの牛込みやったらちょっと変えようかな。ちょ、選手やっぱ育てていいか。ちょ、意外と多分ね、トップから溜まってきてるんだよね。溜まってるってことは溜まってないけど、ちょっとは増えてきたから、一人ぐらいならそこそこ育てられる。そこそこってか、まあ、少しで育てられるからね。育てるかちょっと悩むなぁ。どうしよう。まあ、育てなくていいか。めんどくせぇわ。ちょっとね、一応今シーズン、もう移籍しちまってしまったんですけど、まあ、来た選手は、まあ、ニオクが最高、グリフィン。あと、国分1億5000万が来てるんで、次こそ、あとロビンソン来てないわ。うん。次回、てか来シーズンね、ちょっと大型選手を発表したいな。
さすがに来てくれるでしょう。うん。お願いします。で、あとね、今シーズン一応日本代表もね、指揮多分できるから、ちょっと、そのフォワードだけでやろうかな。ナイス！いや、中川がね、いいね、この試合は。ちょっといいところにいる。でもこれ、あれか。うちのクラブ2階席あったっけ？すごいよね。ちょっと交代しよう、ここで。石込みも、疲れてる選手もどんどん変えますし、無敵。6個目も変えるところに。なんかね、やるか。メンタルだけ B でも。あ、メンタルだけ B みたいな選手がなんか結構いるね。なんだろうね。中誰もいない。かわいそうすぎだろう、中村は。ヨネダどこ、ヨネダなんだ、え、なんでヨネダ上がってない今。ゴーダチじゃねえっつってこいつ。裏っ腹ちょっと変か。危ねえ。何やってんの。ちょっと今日守備的にいってるのかもしれない、選手たちも。あまり上がらず。ここで、まあ、答え。ここ出しても、まあ、意味ないけど。キーパー。ナイス。途中交代も出来上がって、いい、ね。中から、ナイス、ハットトリック。ね、この1点はでかいね。ホームだとアウェイだとし、ホームでもアウェイでも、3点はでかすぎるな。中からフォワードか。なんか、サイドからいい動きしてる。能力も強いですね。まあ、この試合勝ったから、もっと失点しないことを一緒に祈るだけ。お、絶好調だ、マジで。もういいよ、一人で行っていいよ。いいよ！マジで。この男、やべえぞ。見た今のシュート。キーパー弾いてもゴールはちょっと、悪戦してんだけど、この試合。初めて見たかもしんねえ。うん、それ初めてなんだけど、久しぶりに見たわ。いやー、4-1はでかいな、これ、ね。いやー、ナイス。でかい、中川。中川、中川、中川。ちょ、アウェイだったか。あ、やっぱアウェイだったね。でもこれは多分、勝ちです。さすがに。はい。じゃあまあ、今回はこれであれですね。まあ一応次回も一応ホームでの試合をやっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。